ははい皆さんこんこにちは2020年のシンプルミニマムたっ士合格塾、えーまあ、日頃の講座、まあ、今までのレックの期間講座のスーパー合格講座であったりこういったものと何が違うのかというご質問がまあ割とあるので、まあえー、それが分かったらぜひやってみたいという方も、まあ、週1回で効率的に合格できるのであれば。 これをぜひやってみたいんだという方もまあ、もちろんですね初めて学習される宅検試験宅検試験を初めて学習される方もおられますで、そういう方たちからのご相談を受けてまあ、ちょっとこういったものもまあえー、お話しすることにしましたでシンプルミニマム宅検試合格塾の全貌ですねで、申し遅れましたが担当はレック専任講師の 寺西と申しますもちろんこのシンプルミニマム講座の企画等から全て、えー、構成こういったことも、えー、やらせていただいております。でまずですね、えー、このシンプルミニマムお手元の方には、えー、シンプルミニマム卓研士合格塾という、まあえー、ものがあるかと思います。 でここであえてもう一度強調しておくのは週一合格なんだっていうことですねまあ学習時間がなかなか取れない方、まあ、こういったところの方も含めてぜひこういったもので合格をしていただくっていうことなんですねはいでもちろんですねえー、実際のシンプルミニマム卓研士合格塾の方は4月のと,ところから始まるただ スーパーパ講座ですね、えー、もっと早くから始めたい少し、えー、初めての学習なのでっていう方のために、えー、スーパーパ講座をおお付けしておりますですからまずは自分の、まあ、いわゆる基礎力基本にちょっと不安がある方はスーパー合格講座から出ていただくっていうのも一つですしもちろん、えー、2019年度以前に まあ、宅建試験の、まあえー、学習はしたけど結果が良くなかったこういう方でももちろんスーパーパ講座に出ていただいていいいいただわけなんですねそして実際、えー、初回講義4月15日の水曜日からシンプルミニマムの実際の講義インプットいわゆる知識を入れていく凝縮編というのが始まります。でこれがですね 知識凝縮編というのが全16回ございます。はい、いまあ、えー、私自らがですね。過去の本試験データを分析出題頻度と難易度から知識をランク付けま、スーパー合格講座の内容をさらに絞り込んで凝縮させます。加えて、本試験を意識して個数問題、引っ掛け問題など出題形式によって難問化しているような問題に対しても。 基本的な知識を一つ一つ丁寧に繰り返し説明することで、まあ、対策をしていこう。こういうことなんですね。はい。そしてですね、えー、復習ということではですね、少し下になりますが、こちらの方ですね、えー、右側の方を見ていただくと、その一番下のところにシンプルミニマム総復習編全10回っていうのがございます。で えー、毎週水曜日19時からもちろん同じ22時この、えー、知識凝縮編の後総復習編ということで全10回、まあえー、やっていくっていうことなんですね。で「卓、ま、研、あ、試験」は4択4つの中の4つの選択肢、まあ、問題文がありまして4つの選択肢の中から1つを選んでくださいこういう出題形式なんですね。はい、ただだそれにこだわらず 一一問一答のでであったりですねそれからもちろん比較した方が分かりやすいね A 論と B 論比較した方が分かりやすいねどこが違うのかねこういったものを比較した2択それからもちろん本試験と同じ4択問題そして判例問題。 判例文がずっと書かれていましてそれに対して選択肢があって正しいものを選んでいただくこういった問題そこをどう解いていくのかっていう考え方個数問題への対応問題文が長いそして選択肢問題文が5行以上ぐらいになってくる3行ぐらいまでならいいんですが4行5行6行と問題文ですね最初の。 選択の足ではなくてそ,のそれに至る問題文が非常に長い問題はどう対応するのかこういうテクニックも含めて全てこちらのところで復習をしながらですね知識の内容を復習しながら問題をどう考えどう処理すれば点数が点数になるのかというところですねこういう部分も含めて、まあ、学習をしていただきます。で あとは全日本卓公開模試試で腕試しでここが8月5日から始まりますので、えー、その間ずっと、うん、模擬試験もこのあと追っかけてく、まあえー、ることになります。でこの追っかけてくる、えー、模擬試験に対してここのところで復習していただいた内容を、えー、この、えー、全日本卓球公開模試基礎編実践編基礎編が2回。 実践編3回ですねこれを使って、まあ、いわゆる実践していただく要するにここで学習していただいたシンプルミニマム総復習編で、えー、問題をどう処理すれば点数につながるのかざっくり言わせていただくとこういうことでこれを実際自分の、えー、自分で模擬テストを受けられてこの中で試していただくそしてまた 次の総復習編に出て、それが実際の問題を解くのにどのぐらい役に立ったかを確認していただく。そして、えー、ご自分に合うということであればしっかり覚えていただくっていうことなんですね。はい。まあこういったことを繰り返していただくことで、えー、まあ少し頭に置いていただいた方がいいと思うんですね。えー、まああくまで、えー、週1回。 まあ原則としては週1回で合格をしてしまうということなので、えー、少し、えー、皆さんにとっても、えー、厳しい講座になるかもししれません厳しいというのはちょっとね水曜日1日だけですので、まあ、お時間が、まあ、模擬テストを えー、受けた後にこの講座に出てきたりっていうようなことで、まあ、ちょっとですねその日は忙しくなったりする可能性もありますし、まあ、もちろん水曜日しか模擬テスト受けられないってことではありませんので、まあ、他の曜日ででも結構なんですよ、はいまあ、こういったことでですね、まあえー、しっかりと、えー、合格まで、えー、ご案内をするっていうことです。 でよくこの講座は、えー、過去に卓球試験を受けて何点ぐらい取れてたら、まあ、この講座で合格できますかっていうね、えー、ご質問を受けたりします教室で。で、えー、その時私答えるのは全く学習なす卓球試験が学習なさったことがない方でもこのカリキュラムに乗って、えー、こちらからの、まあ、ご指導させていただいたことに従ってですね えまあ簡単に言うとスポーツで言うと私が教えることはホームですんでえまあ武道で言うとですね柔道道ととか剣でで言うと型ですよねはいそれが瞬時に出せるようにそういったことを図そういったこともお教えしていくのでまあどう処理問題をすれば手に入れた知識を使えるものにし得点を取れるのかまあそういったところですね。ガイダンスの方の方、まあ お話でも、えー、しておりますがまずはできるだけシンプルに少ないミニマムな知識シンプルでミニマムな知識で合格するかそこにはですね問題をどう処理すれば得点につながるのか問題をどういうふうに読んでいけばいいのかどこに着目すればいいのか、まあ、こういったことが関わってまいります。 でそういったことを実践していくのがこのシンプルンドミニマムっていう講座なんですね。でそのガイダンスの方でも少しまあお話ししたんですが、まずはシンプルっていうのは初学者でも理解しやすい言葉を使って合格に必要な知識を厳選します。いわゆるミニマムにできるだけ少なく、そして実際の取引場面にいるようなライブ感ある講義で講義、板書、図表、問題 こういったことを繰り返し学習してですね知識定着を図っていきますですので初学者の方でも安心してて、まあ、ご参加いただけると考えております。そしてですねえー、あくまでですね合格っていう最終目標は合格することなんだということを忘れずにいていただきたいんですね。えー、よくですねえー、直前期になるとえー なんちゃって合格なんていうかと思いうます合格できたらいいな。でこの講座に参加していただくときには絶対に合格するんだという気概を持ってですねご参加いただけたらまあ、えー、合格までしっかりとお世話させていただけると思っております。でえー、まあシンプルミニマムのテキストはえー もちろんですねスーパー合格講座に出ていただく関係で、えー、レック・デルジュン・タッケンの、えー、合格テキストそしてウォークモンそしてオリジナルのレジメこういったものを使っていきます。で、まあ、シンプルミニマム専用の、まあ、テキストレジメは上記の事項を中心、まあ、いわゆる改正点でも特によく出てくるところを中心にですね全ての記載を 例えで、特に初心者の方でも1回の受験で合格するように重要な事項は丁寧にそれ以外の箇所は簡潔な記載、えー、それ以外の箇所は簡潔な記載書大胆な省略を心がけましたいずれにしても、まあ、2020年の託研試験は多くの民法改正項目のうち何の項目に時間を割くか。 それから、学習項目の取捨選択が合否を分けていきます。ですのでまずは問題知識をどう問題に使っていくのかっていうところが、まあ、ここのこのまあ講座の特徴でもありますということなんです。はいで過去ですね託研のこういった受験校に通われた方ちょっと考えていただきたいんですがどこの予備校でもですねえー 法律の内容は丁寧に、親切に教えてくれるかもしれません。でも、必ずどの宅検の、宅検師の講師でも必ず言うのが、いわゆる過去問をやりましょうって言われるんですね。私も実際、えー、そういった、えー、学校、資格、予備校に通った時過去問、過去問と言われました。それだけ大事の過去問の解き方が教えてもらったでしょうか。 例えば、文末を読むだけで答えが出る問題も少なからずあるんですよ。はい、これをまず文末を読んでみる。文末というのは最後の当点、苦答点ですね。から、だいたい一つ目、前へ戻っていって、一つ目の当点か二つ目の当点ぐらいのところから読んでみると、結論が書かれているんですね。それだけで答えが出るものもございます。ということでね、ということは、えー そこだけ読んで答えが出るものならそこしか読まなくていいはずなんですね。ねでそこで答えが出なければ文と文の頭ですねそこを読んでみてその2つで答えが出るものもありますしそれからそれでも答えが出ない時だけ初めて文中を読んでいただく。ね、で他見試験というのがおおむね55%ぐらいが丸を探せなんですね。で40 ぐらいが大体バツを探せということは丸を探せの数の方が多いんですよ。もう少しわかりやすく言うと60％問題60％ですから4まあ、えー、50問4したく一200試のうち、えー、60％ですから120試は丸を探せなんです。ということは30が丸なんですよね。で残りの120つのうちの90 まあ30問の正解詞以外の3つの選択肢30問ですねこれがですねいわゆる90詞あるわけですでこれで×というのは1箇所×が見つけられたら×ですよね。ということでこういったことに効果的なのが私が講義の中でも問題の時にお話をしていくですね。 問題を解くときにお話ししていく文末,文末文答の整語法でであったりですねそれから、えー、ポイントをどう絞り込んでいくのか、まあ、こういったこともお伝えしていきます。で、えー、もちろんですね先ほども言いましたように判決文であったり個数問題であったり、えー、そうこういったものをどう解いていけば簡単に答えが出るのか。で一つの例を、まあ、最後にお話しをしておくと。 えー、だいたい問題文ですね最初のこういったものが5行6行7行ってなるものもあるんです。でそういった問題に関しては問題文は後回しにしてまずは選択肢から読んでいってそこに ABC とかって出てきたりした場合にその A さんがどういう立場であるのか、まあ、例えば宅建業法でいうと売り主業者 B はえー その売り主業者から代理依頼を受けた売買依頼を受けた業者でその方が案内状を出してっていううなことを必要な情報だけをいきなり問題文を読むのではなくて、えー、選択肢から読んでみて必要な情報を取っていくこれも一つの方法だと思うんですね。ですから問題文が長い場合には問題文を読む。 三行ぐらい読んだところでどうでしょうかあれ最初に何書いてあったかなね読み返したりしたこと受験経験のある方はですね、えー、読み直したりしたこともあるかもしれませんまあ、こういったことでですね、えー、どうしても、えー、時間が食われてしまったりっていうようなこともあります他県試験は時間との勝負でのじょ勝負の試験でもあります。 ですから、いわゆる時間管理っていうことも、しっかりご自分自身をプロデュースしとかなければならないということなんですね。まあ、こういったことも含めてえ、具体的にどう点数を取るのか、もちろん知識は分かりやすく、基本からしっかりお伝えします。そしてその知識をまあ、理解、覚えていただいてえ、使えるところまで消化させて、最後はハートで解いていただくということになるかと思います。考え方ってよく。 えー、各講師おっしゃいますよね。いわゆる、えー、そういったことで考え方で解いていく。まあこういったことも含めてですね、全ての内容をここのシンプル＆ミニマムでお伝えしていき、えー、皆さんを合格までご案内していきたいと思います。はい、それではシンプル＆ミニマムまあ、えー、そこでどういうことが、えー、行われどういう講座なのかということを えー、まあシンプルアンドミニマム達検士合格塾の全貌一言で言うと問題の解き方知識はもちろんですが問題の解き方までご指導させていただきますのでぜひ合格を目指してご参加いただけたらと思いますはいそれでは、えー、シンプルアンドミニマム達検士合格塾の全貌という内容でのお話ここまでということにさせていただきますどうもお疲れ様でした。